北緯19度47分11秒、成形72度14分44秒、北緯19.78639度成形72.24556度、72. 19.78639-72.24556ラバディは、ハイチにある、ロイヤルカリビアンインターナショナルの所有する、プライベート半島。現在、ロイヤルカリビアンクルーズ乗船者のみ立ち入りできる。ラバディは、 ハイチの北部にある半島をロイヤルカリビアンインターナショナルが購入しプライベート半島としたもの。現在、乗船客から得た収入の一部をハイチ政府に寄付している。名称はフランス人のラ・バディ公爵から付けられた。オアシス・オブ・ザ・シーズなどの大型客船でも停泊できるよう周囲の環境に配慮した桟橋が取り付けられている。 世界最大のシップラインが設置されていて、山の上から海の上を滑るようにして滑空する。地元住民による民族舞踊の演奏やマリンスポーツなどのオプショナルツアーも多くあり、子供用プールやビーチなどの設備も整っている。ハイ用オ地震の際、行方不明者の捜索などが行われているにもかかわらず、客船がラバティに寄港したとして大きな批判を浴びた。 これに対し RCI は支援物資や寄付金などで支援したほか、地域経済を支える必要もあると主張している。英語版ウィキペディア、ロイヤルカリビアンインターナショナル日本語ホームページ。ありがとうございます。